それではね、新年会ということで始めましょうか。はい、はい、では、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今年もよろしくどうぞ。こちらこそよろしくお願いいたします。忘れてせんのに誰取りだったの。はい、誰取りね。はい、キャベツの作戦。あ、キャベツ、ね、はい、ほんまね、東京支部の特待生って特待生頑張ってほしい。ありました、うん、いや、初めて特待生ね。うん、特待生一歩一歩進むしかないんで、うん、一歩進ましてもらいます。みんな一歩一歩進むんだよ。みんなね、ケイマドビッシュの飛びをするようなのが多くない。一歩一歩進んで進んだ結果変わっていっただけ、うん、それに焦ってあるから、なんでこんなの、人はこんなの、俺はこんなんだよ、そんな思ってた。人は人で自分が、うん、ちょっとでもね、向上してることを願ってね、もういるんだよ。まあ、それに触発されるような言葉をね、いろいろ言うんだよ。もう、しらーっとやってない。やったらできるから。一気一憂せんことでうまいことできへんから、まあ、あかん。何やってるできるようになった。すいません、あきらいつもそう。俺の指導した経験はね、僕もすごく宝なんだけど、うん、はい、私の宝だと思います。わかりました、はい、頑張ってる、はい。で、脱却すればみんなできるんです。今やってることはみんなできる。みんなできる。あんた。複雑じゃない。簡単。それができればみんなできる。できればみんなできる。だからみんなできるんじゃないと時間的にだろう。できる。一つできればみんなできる。できてないんで、だからもう進捗状況が悪いからとかそんな話ではない。一つできるからみんなできる。どうまでやってもというぐらい英春家って単純なロジックでやってるから、単純なロジック通りやってもね、ええだけなんです。なかなかね、そのロジックがロジック通りやれない。で、やれなかったらどうやれば治るのかの話も出てくる。うん、でもね、それはね、今やってるほど難しい話ではない。今やってるのが一番難しい。二の一番やればできるはず。今逆に言うたら今やってもできへんはず。ちょっとやるためのハードルが高い。ややもするとできないという結論になる。もう無理じゃなくて、これこそやらなあかんと思ってやってほしい。根気よくやればできる話なんだけど、みんな根気がないからできへんという結論になるわけです。そういうところに来てる。 できたら全部できるやん、そのレベルは。できなかったら何にもできない。それだけ。ほんで、この間はそのボンタンボンタンとか見てたら、それに対する筋肉ができてへんねんから、それはさすがに筋肉ができない、無理やってなったんやけど、今回見たら筋肉はできとったから、やりようやという話。だから
前の月よりは前進してる話。どんどん前進してやっているようになってほしい。それだけ。だからやらなしゃあないようになってきてんねんよ。もうできなくてもいいわからやらなあかんよ。だから自分に対するプレッシャーは高い。そう思ってやってください。いずれ誰かがやるわじゃなくて、俺がやるわ。やってみせるわ。やってほしい。それはもう東京出社なんて大したことないわ、言うやつは言いますよ。大したことないんやったら大したことないと。でも今んところ大したことない人生はないと。逆でやる紹介する中で大したことないならこれは大したことないって言いますよ。まっといてくれございます。その代わりその見た途端億千万の金が舞い込んでくるとか、それはそれは都合良すぎないですよ。まあそんな都合はいいんじゃない。あるんやと俺が前言ってるわ。そんなあるんやと俺が前言ってるわ。そんな都合の絵じゃはないですよ。そらないんだ。みんなが話してるからどこが行きたい神社とかあります？いやー神社は今もう参っちゃったからいいかな。正月に近くの神社参っちゃったんでいつも参ってもしょうがないじゃないですか。そうそうそんなもん。そんなもんじゃないですか。そう、私はいただいた。結局ウポスラの神さんと日本国中の平和を守る神さんとは違いますよ。違うけど、だいたいウポスラの神さんもいるんでしょ。そこのね、土地の神様とか。それはそれでいいんじゃないか。でもう受験生がおるんやったら天満宮参ったらいいしでしょ。また何かってやったら八幡宮参ったらいいしいうことですよ。何でもあるじゃん。だからもうニュートラルなこっちの神さん参っとったらいいんじゃない。いきなり大きいとこ行かんでも明治神宮とか行かんでもこっちの神さん参っとったら何事もなくていいんじゃない。でも日本の神さんとして神社があるにしても竜神とかね稲荷とかねちょっとね人間以外のもんで守ってくれるなんていうもんはちょっと工夫がいりますよ。何もなしはそうはいかない。みんなもう稲荷やったらお稲荷さんと一緒やでみたいな話でしょ。でも竜やったらどうすんのみたいな話で、まあそれはそれでね同じようにやりゃええいうわけちゃうからね。やっぱりね人間じゃなくて人間じゃないもので、そういう正しいものを守るっていう立場の神さんはちょっとねちょっと間違うと語るから。お姉さんの歌たりますかい。しょうもない間違いしとったら、龍もそうやろ。龍も大概災いを起こして人に毒とか言ったのを坊主が出てきて沈めたとかそんな話なんだろ。で観音さんが言ったら沈まったとかいう話でしょ。だから大事にちょっとどんざいにはできない。どんざいするとちょっと語るから神経質にやらんだから神さんになるわ。
もうそれから比べたらね、地蔵さんとか観音さんとかよっぽどマシですよ。それなりにもう人格者、その中で守ったろうという話。そのね、龍や狐に頼むとちょっと話が違う。まあ、英雄で全然関係ない。最後までご視聴誠にありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願い申し上げます。大変励みになります。またご質問等はコメント欄にて残しておいてください。はい、ありがとうございました。